こんにちは。このビデオではソクラテス以前の哲学とその主な著者の簡単な背景を見ることができますので、次のビデオでは古代ギリシャにおける哲学の発展およびこの時代の最も重要な著者のそれぞれをギリシャ哲学全体を網羅する具体的かつ深い方法で理解できるようになります。ギリシャ哲学は小アジア、イオニアのギリシャ諸都市でソクラテス以前の人々の最初の考察から合理的な思考、すなわちロゴスに基づく自然を中心とした哲学として生まれた。ロゴスはギリシャ語に由来する言葉で、瞑想、反省、推論したような言葉を意味し、思考とも理解される。ソクラテス以前の哲学者たちの目的は、合理的な説明によって、アルケー、すなわち万物の最初の要素、現実や宇宙の起源、基礎、原因を見出すことであった。変化しても不変である物質の探求は、外観ではなく本質の探求、特殊ではなく普遍の探求となり、その後の哲学的な説明の基礎となるものであった。この時代の最初の哲学者は一元論者、つまり現実の単一の原理や物質的な基礎を求める人たちだった。アリストテレスによれば最初の哲学者であるミレトスのタレスにとって、水はこの原初的な物質であった。内陸部で海産動物の化石が発見されたことと、水があらゆる生物の栄養と成長の基本であることを根拠にしているのだ。は、ギリシャの哲学者、数学者、幾何学者、物理学者、立法者である。彼は、現在のトルコのイオニア海岸にあるギリシャのポリス、ミレトスに住み、死んだ。アリストテレスは、彼をミレトス学派の創始者とみなした。また、ミレトスのタレスは、世界や宇宙の説明に神話を用いることをやめ、代わりに自然主義的な理論や仮説による自然な説明を行ったことで有名であり、ギリシャや西洋の科学、哲学的思索の始祖と考えられている。アナクシマンデルは、無制限または不確定なものと考え、これをアテー論と名付け、そこから自然の対立物、まず寒さと暑さが生み出されると考えたのである。また、地球図、夏至と冬至の測定、星の距離と大きさの決定、地球が円筒形で宇宙の中心を占めているという主張など、多くの功績を残している。アナクシマンダーにとって、原理はアテー論、すなわち未定義、不確定、無制限なものである。すべての現実の決定原理であるものは不確定でなければならず、この性質を抽象的に指定するのがまさに、アテー論なのである。アテー論は永遠であり、常に活動的で半永久的、つまり自ら動くものである。それは不滅であり、破壊されず、生ぜず、不滅であり、そこから万物が生み出されるのである。すべてのものが出ていき、必要なサイクルに従って、すべてがサルテツに戻る。そこから、世の中で互いに対立する物質が分離され、一方が他方に勝つと反応が起こり、必然的に均衡が回復される。アナクシマンダーは、原初の物質は空気であり、サルテツのような中立的な原理でありながら、特性を持つものであるとした。空気は、希釈と凝縮によって他のものに変化すると彼は主張した。希薄化とは、物体や物質の密度が低くなることである。希薄は火を生み、凝縮はその反対で風、雲、水、土、石を生み、これらの物質から他のすべてのものが生み出されるのである。ピタゴラスは、万物は数である、というテーゼを掲げ、万物の本質や構造は、それらが表現する数的関係を見出すことによって決定されると考えたのである。ピタゴラスもまたソフィストの一員であり、魂の不滅性、死後の人間の魂が他の動物形態に移行する可能性という斬新な思想を抱いていた。一般的なソフィストという言葉の意味は、チャラ男や概念的な曲芸師の意味に相当する。ソフィストとは、古代ギリシャで言葉の意味を教える習字学の専門家として知られている。ソフィストとは、古代ギリシャの哲学者の集団で、金銭と引き換えに主に習字学を教えて、一方、ヘラクレイトスは、
宇宙の感覚的な成り行きを扱い、この成り行きの規制原理として、対立するものを統合する限りにおいて理性、ロゴスを仮定した。ヘラクレイトスは、小アジアの西海岸、現在のトルコにあるイオニア地方の都市エフェソス出身のソクラテス以前のギリシャの哲学者である。ヘラクレイトスの作品は、すべてアフォリズムである。アフォリズムとは、ある考えを簡潔に、首尾一貫して、明らかに断定的に表現することを目的とした文章で、アフォリズムはある考えを的確に区切ったものです。デルフィの信託の文章を参考に、曖昧で混乱した形で現実を再現し、オクシモロン、アンチテーゼ、パラドックスを使ってイメージを与える作風から、エフェソスの暗黒者占い師とも呼ばれた。レトリックにおける文学的図式の中のオクシモロンとは、反対の意味を持つ2つの概念を1つの表現に用いることで、第3の概念を発生させるという論理的図式のことである。オキシモロンの文字通りの意味が反対、不条理であることを考えると、例えば、アンエターナルインスタントというフレーズでは、読者や対話者は、この場合、比喩的な意味を理解せざるを得ない。それは、その間に経験されることの強度のために、時間の概念を失わせる瞬間ということである。一方、アンチテーゼとは、相反する、あるいは相補的な2つの用語の間の対立のことである。パラドックスまたはアンチロギーとは、一般的な意見で正しいとされていることと論理的に矛盾する、または反対する考え方のことです。レトリックでは、矛盾をほのめかす表現やフレーズを使うことからなる思考形態である。また、逆説は人間の理解の限界を示すことも可能である。ヘラクレイトスにとって、現実は絶え間ない変化の中にあり、それぞれの反対はその反対の方へ向かう傾向があり、ロゴスに従って、秩序と測定のあるプロセスの中にあるのです。先人たちと同様、彼は、永遠に生き続ける火を宇宙の原理や基盤として考えたが、万物を構成する物質的な要素としてではなく、永久に存在し続けるイメージとして理解したのである。一方、エレア派のパルメニデスにとって、現実は一つであり、普遍のものである。パルメニデスは、ギリシャの哲学者である。紀元前530年から515年にかけて、南イタリアのマグナ・グライキアのギリシャ人植民地であるエレアという都市で生まれた。現存する証言から推測する限り、パルメニデスの死は、二つの部分に分かれた神の啓示を表している。第一は、真理の道で、存在するもの、すなわち、実体を扱い、その特性を示すいくつかの論証を展開する。生成と腐敗をことにし、従って生ぜず、破壊されず、本当に存在する唯一のもので、従って無の存在を否定し、均質、不動、完全であること。第二は、凡夫の意見道で、星の構成と位置、気象、地理上の諸現象、人間の起源などを扱い、完全な宇宙論的教義を構築している。パルメニデスにとって、存在するものは存在し、存在しないものは存在しない。このことを確認した上で、既存在が存在しなければ、変化や成り行きは不可能であり、その不可能性は論理によって証明されるのである。このテーゼを支持する彼の主張は、プラトンによって、現実を変化の幻想的領域と永続性の現実的領域の2つに分割することを正当化するために取り上げられた。アリストテレスもまた、その論証から、論理学の3つの基本原理と推論術を抽出する。パルメニデスは、理性を人間の思考力あるいは推論力として、存在、すなわち、一つで、普遍で、分割できず、創造されず、不滅で、同質である存在の本質的特性を発見する手段であると理解したのである。パルメニデスにとって、感覚を信頼することは、欺瞞と誤りの道、すなわち意見の道を歩むことになる。何が真に存在するのか、存在とは何か、どのように存在するのかは、理性によってのみ明らかにすることができる。その後、哲学者の中には、
現実の基盤を一つだけでなく、複数探し求める人が出てきた。このような多元的な哲学者の中でも、特にエンペドクレスが有名である。彼は、18世紀まで自然哲学の中で存続した四つ元素、水、火、土、空気の教義を確立し、そこから、愛と、憎しみという動く原理が万物を構成しているとした。アナクサゴラスは、万物は、ホメオメアと呼ばれる小さな部品からなり、ノースと呼ばれる知性によって秩序づけられていると主張した。原始論者は、最も重要な多元的学派を構成し、アリストテレス以後の物理学に大きな影響を及ぼした。レウキッポスとデモクリトスは、現実を2種類の空間、すなわち空っぽの空間と、物質となる完全な空間から構成されると考えたのである。後者は、その名の通り、不可分の粒子である原子から構成されている。目に見えるものはすべて、その形の違いから、原子が結合して構成されています。しかし、この結合は、何もない空間でランダムな動きで衝突した時にのみ発生する。次回の動画、古代ギリシャ哲学の枠組みで、古典ギリシャ哲学、ソフィスト、ソクラテス、プラトン、アリストテレスを扱います。歴史、神話、哲学に関する他の動画は、動画の説明で私のチャンネルをご覧ください。